はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね12月22日木曜日ということで週刊 FP おすすめランキングベスト5発表していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、いやー今週はねラストですね、ワールドカップの FP ラストの週ということで週刊 FP やってまいりましたので、今日もやっていこうと思うんですけれども、今回はですね週刊 FP の他にもこちらねドイツのガチャが来ましたってことで、マテウス、ベッケンバウアー、そしてルンメニゲンも来たということで、こちらもねまあまあ厚めになってるんですけれども、やっぱり今回こちらですね週刊 FP やってまいりましたのでちょっと見ていきたいと思います。で今回なんですけど、まさかのですねメンツこんな感じになっているんですけれども、いやーやっぱりね、まあ、超豪華メンツではあるんですけど、メッシがいないということで、これ結構ね話題に上がってたんですけど、まあ多分さすがにこれからなんか全員に配布とか、まあ、ワールドカップのメッシが何らかで来るとはね絶対にあるんじゃないかなと僕は思ってますね。さすがにワールドカップの MVP で、しかも多分アルゼンチンとこのイグッドボールってパートナーシップがなんか結んだと思うんで、それでメッシが来ないっていうのはさすがにありないと思うんで、多分来るんじゃないかなと思います。他にもねアルゼンチンからはディマリアとかね、アルバレスとか、アレクシス・マク・アリステールとかね来てますね。でフランスからもムアッペ・テオ・コナテ来てますということで、まあマジでね超豪華メンツではあるんですけれども、今回もね化け物混ざっておりますのでしっかり解説していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでまず5位はこちらジアシュですね。5位に選ばせていただきました。ジアシュで読み方は合ってるんですかね。まあこの選手もいろんな読み方ありますけども、今回はジアシュで行かせていただきたいと思います。モロッコから登場というわけなんですけども、能力値めちゃくちゃ優秀ですよね。まだチャンスメーカーということでできるポジションが、両ウィング ST、OMF、CMS、そして右サイドハーフができるんですけども、本当にバランス良くてフライパスとカーブが90乗っかっていて、それ以外もね80乗っかる選手がかなり多いですね。スピードも80乗っかっていて、瞬発も84、スタミナも80ありますし、ドリブル能力値も高くてねパス数値もかなり高いということで、本当にかなり優秀なんじゃないかなと思います。できるポジションもねめちゃくちゃ多いですね。スキルの方もダブダブ持っていて、ミドルシュート、スルーパスとかね、バックスピンドブ、ピンポイントクロス、アウトスピンキック、インターセプトということで、まあ、中盤で使ってもね地味にインターセプトとか守備系のスキルを持ってますし、ダブタを持っていてスルーパスを持ってるんで、 CMF とかね OMF で使ってあげてもいいと思いますし、まあ、ウイングとかで使ってもね、まあ、ダブルタッチ持ってるんでドリブルもできますし、しかもねピンポイントクロスを持ってますし、中切り込んでてねアウトスピンキックでシュートもできると思うんで、まあ、右左どちらのサイドでも使ってあげれるんじゃないかなと思います。で選手の特徴ところ見ていくと、逆足頻度が普通、精度が普通、波が普通ということで、これ波普通なのがねちょっと残念だったんで今回5位に選ばせていただいたんですけれども、それ以外に関してはね本当にいい能力してるんじゃないかなと思います。まあ、逆足が普通なんで高くはないでね、右サイド左サイド、利き足をしっかり気にして使ってあげるといいんじゃないかなと思います。個人的にはやっぱり中盤 OMF とか CMF とかで使ってあげるといいんじゃないかなとは思いますね。ということで5位がジアシュでした。続いて4位見ていきます。はい、ということで4位はこちらディマリアですね。4位に選ばせていただきました。正直でさっきのジアシュと似た感じで、まあ、ウイング登録の選手なんですけど、全体的にバランスが良くて、OMF と CMF とかもできるわけなんですけれども、まあ、本当にかなり能力値高いですよね。この写真がねめちゃくちゃかっこいい感じになってますけども、ドリブル能力値もね89ということでほぼ90乗っかってますし、フライパスとかねグランダーパスも86、88ということでかなり高いですし、まあ、スピード瞬発もね遅くないということでかなり有能なんじゃないかなと思います。まあ、スタミナが若干低めなんで、まあ、本当にね先発から使ったらスーパーサブと交代する感じにはなると思うんですけれども、にしてもやっぱりバランスいいんで、やっぱりこの選手も個人的にはウイングよりかは、まあ、オムフとか CMF とか、あとは両サイドハーフとか、まあ、中盤に使ってあげるといいんじゃないかなと思いますね。スキルもかなり優秀で、根幹持ってて、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、スルーパスってことで、これ持ってるのめちゃくちゃ優秀ですよね。そしてバックスピンロブ、ピンポイントクロス、アウトスピンゲークを持ってますと。で、逆足頻度はやや低い、精度は普通、波小さいということで、まあ、波小さいのはかなりいいポイントですよね。まあ、逆足がね、あまり使えないんで、この選手もね、どっちのサイドで使うかっていうのはね、こう、利き足を気にしてあげて、使ってあげるといいんじゃないかなと思います。ワンタッチパスとかスルーパスとかねピンポイントクロスとか持ってるんで、まあ、左サイドハーフか、まあ、OMF とか CMF とかで使ってあげるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、ドリブル能力値も高くてパスもできて足も速くてって感じで全体的に本当に使用感いいと思いますので、この選手もねかなり当たりだと思います。ということで4位がディマリアでした。続いて3位見ていきます。はい、ということで3位はこちらコナテですね。3位に選ばせていただきました。フランスからねコナテが登場したわけなんですけれども、結構結構ね、このフォワードじゃねえわ、センターバック、やれるんじゃないかなと思います。ハードプレスということで、能力値がね、ディフェンス能力がディフェンスエース85、ボールダッシュが89、アグレッシブネス89、守備意識84ということで、まあ、ボールダッシュとアグレッシブネスに関しては90付近まで乗っかってるんですけれども、フィジカルも90まであって、スピードも76、瞬発が69、そしてハードプレスってことで、これ結構ね、強いんじゃないかなと思います。ハードプレスがね、高いのもいいポイントですし、グランダーパス、フライパスがね、70台乗っかっているということで、パスもそこそこ上手いということでかなりいいんじゃないかなと思います。
スキルの方を見ててもね、バックスピンロブ、ワンマーク、インターセプト、ブロックアイブとサイディングタックル、アクロバティッククリアということで、ディフェンス系のスキルもかなり優秀ですし、いいんじゃないかなと思います。逆足の機能が普通、精度が普通、ダメージ小さいということで、ここに関してもね、かなりいいと思いますし、この 194cm ってね、高身長でフィジカルもあって、まあ、ディフェンス能力値も90付近まであるんで、まあ、結構ガチスカで使えるレベルのセンターバックなんじゃないかなと個人的には思いますね。高身長でフィジカルあって、しかもハードプレスって感じで、かなり魅力的な選手になってるんで、ぜひね、獲得したら使ってみていただければなと思います。ということで、最後この後でした。続いて2位見ていきます。はい、ということで2位はこちら、ムバッペですね。2位に選ばせていただきました。今週もムバッペが登場してきたわけなんですけれども、今週のムバッペが左のウイング登録で、プレイスタイルがラインブレーカーといった感じになってますね。で、今回のムバッペがですね、こちらのワンタッチパスがつきましたということで、まあ、先週に引き続きね、ワンタッチパスがついたわけなんですけれども、正直ね、能力値的にはワンタッチパスがついたとはいえ、まあ、前回の方が強いっていう感じですね。ただ前回のムバッペって2列目からの飛び出しなんで、まあ、やっぱりラインブレーカーのウワッペがいいよとかっていう方もいると思うんで、まあそういった方はね、今回の方が良かったりとかするのかなというふうに思うんですけれども、能力値だけ見たら今回のウワッペが強いんじゃないかなと思います。他にもね、こう無料で配布されたムワッペとか、まあ以前の週刊の FP のねムワッペとかいるんですけれども、まあその選手たちの方が能力高かったりするんですけど、やっぱりこのワンタッチパスってのはね、かなり大きいんで、まあそこも含めると今回のもまあいいんじゃないかなとは思いますね。まあやっぱり前回のと今回のまあよく比較されると思うんですけど、まあやっぱり2列目からの飛び出しだとね、フォワードに起用しても一度無重心になるんで、まああんまりね、裏向きの動きも少なかったりとかするんで、そういった意味ではこのラインブレーカーでワンタッチパス持っているっていうことになるとね、結構貴重なんじゃないかなと思います。一応ね、スピード瞬発が90乗っかって、ドリブルが90乗っかってるっていう感じですね。まあ、言わずもがなこのムワッペもめちゃくちゃ強いと思うんで、超大当たり枠ではあると思いますね。逆足頻度が高い、精度が高い、波小さいということで、ここに関してもいつも通りめちゃくちゃ強いですと。やっぱりラインブレーカーなんで、しっかりシーフレ使ってあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあハーフでも使えると思うんですけど、まあハーフでも使えると思うんですけど、個人的にはやっぱりシーフがいいのかなと思います。まあ無料配布とかスタンダードのムワッペ持ってる方はね、このワンタッチパスのムバッペ獲得していただいて、乗り換えることはいいんじゃないかなと思いますね。ということで2位がムバッペでした。続いて1位見ていきます。はい、ということで1位はこちらモドリッチですね。1位に選ばせていただきました。やばくないこれ、能力めちゃくちゃ強くないですか。マジでもうピルロとかイニエスタかと思ってたんですけど、本当エピックの選手ばりにめちゃくちゃ能力強化されてますってことで、これ皆さんやばいですね。ボールコントロールからフライパス90乗っかっていて、足もね遅くないですし、スピードも76、瞬発も81ですね。でボディコントロールが90まであって、しかもこのディフェンス能力値も結構高いってことで、いやこれはね正直今回ダントツで大当たりなんじゃないかなと思います。ちなみに僕はねしっかり6回引いてねモドリッチを外しましたということで、もう地獄みたいなね今心情なんですけれども、スキルの方見ててもね、ダブルタッチ持ってて、ミドルシュート、ライジングシュート、そしてワンタッチパス、スルーパス、バックスピンロブ、アウトスピンキック、インターセプト、キャプテンシーってことで、これはやばいですね。本当に絶対獲得して皆さんにいただきたいなと思います。間違いなく一番の大当たりと思いますね。できるポジションもね、オムフ、CMF、DMF ということで中盤全部できますし、まあ、プレイメーカーということでね、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。逆足の頻度が強い、精度が高い、波小さいということで、まあ、逆足も使えて、波も小さいなんで、ここもね、いいと思いますし、まあ、間違いなく本当に大当たりだと思いますね。正直ね、まあ、2位にムバッペ選ばせていただいたんですけれども、今回のこのモドリッチ、圧倒的に1位大当たりのかなというふうに思いますので、ぜひね、モドリッチ狙いで引くのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回、週刊 FP おすすめ選手ランキングやっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあね、引くべきか引かないべきかってところなんですけれども、個人的には、まあ、引いてもいいんじゃないかなと思いますね。今回も半分ぐらいが当たりなんじゃないかなと思います。まあ、テオとかも強いですし、このアルバレスとかもね、今回ランキング圏外にしましたけれども、スキルも能力もね、結構優秀なんで当たりかなと思いますし、まあ、やっぱりね、こう、実力のある選手が残っているってこともあって、半分以上、星5の選手は本当に強いかなというふうに思いますので、まあ、美課金の無課金の方とかもね、まあ、引く価値はあるんじゃないかなと思いますね。まあ、モドリッチね、ぜひ引いていただければなと思います。はい、ということで、こんな感じでイフットモルドを上げてますので、ぜひ皆さんよろしければね、コメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。